ヤフー本社から2年前に美瑛町へ出向した佐竹さん。今は週末と月曜日は東京での仕事、火曜から金曜日は役場での勤務というハードなスケジュールの中、観光による街の活性化に取り組んでいる。はい、ありがとうございます。ありえないですよね。この仕事環境はすごいですよね、やっぱり。ランチの時間を利用し情報収集する中、今年5月にオープンしたこちらのカフェでは新たな観光メニューも企画した。美瑛町で その観光客の滞在時間をこうどうやって伸ばすかっていうことを考えた時に、まあこういう畑の中でこう写真撮りたいっていう人も結構いるので、まあそういう人たちに特別に許可を出してもらって、畑でこう写真を撮るみたいなのと、このカフェをセットにした体験メニューみたいなのを作らせてもらって、実は美瑛町の一つの観光の課題として、その観光客の方々がその畑に入ってしまうっていうことが一個観光の課題なんですよ。 IT 大手ヤフーのノウハウと町内出身ではない外者の感覚で地域の課題解決に取り組む佐竹さん。その一つが観光客の見える化。美瑛町にそのいろんな飲食店だったりとか宿泊施設だったり観光スポットにQR コードをちょっと置かせていただいて、で観光客の方に QR コードを読み取ってもらって、でアンケートに答えるとプレゼント抽選であげますっていうものなんですけど、観光っていう領域って実はあんましデータがなくてですね、なのでまずそのデータを集めようっていうところで提案させてもらった。美瑛町内の30以上の観光スポットや各ホテル、飲食店などに QR コードを設置。性別や国籍だけではなく、宿泊日数や消費金額などを聞くなど、5000人分の美瑛の顧客データを集め、分析を始めた。そこから見えてきたのは、町内の人気スポットのランキングや美瑛ファンの実態。青い池や道の駅など人気スポットの順位は予想通りだったものの、訪問10回以上のリピーターが2割を超えていたことや、旭川県からの女性客が多いことなどが新たに分かった。さらにペルソナっていうところまで落とし込んで分析をしている、観光施策っていうのは多分全国にないはずなんですね。得られたデータの分析をヤフーの子会社に依頼。訪れた客層の年齢や好みなどから明確なターゲットを絞り込んだ。絵になってる。先生、このペルソナというのは何でしょうか。はい、最近よく使われるんですけど、広告マーケティング業界とかではですね、その商品とかサービスの、架空のユーザー像を、設定するんですよね。はい、その人のこう名前であったり、住所であったり、職業であったり、家族構成であったり、趣味とかですね、ライフスタイルとか、そういうところまでこう深く作っていくんですよね。ターゲットというよりさらに具体的な人物像を描くんですか。そういうことを、ペルソナ化をすることでより最適なこう商品開発とか、あるいは商品コンセプト作りにこうつなげていくんですね。観光の課題先進地域だというふうに思っているんですね。1万人の町に、年間170万人もの観光客が訪れていて、観光客が多く訪れているがゆえの課題みたいなものもこう表面化していたりで、その意味ではここでいろんな課題解決をできれば、それは全国に持ち回れるんじゃないかと、波及させることができるんじゃないかというふうには思いますね。あと多分佐竹さんの新たに進めるいわばヤフー式の取り組みに町の人たちも刺激を受けている。ちょろっとヒアリングで終わり、我々がやったらなんかこう紙を配ってですね、こう書いてもらって、アナログ的に集計してですけど、やっぱりその辺 IT 企業のノウハウというか、マーケティング手法とかですね、そういうのはやっぱりさすがだなと思いますし、うまく調味を巻き込む、そこはやっぱりなんかすごいセンスいいなって思いますね。ともすると役場だけとか観光協会だけとか、そういうふうになりがちなんですけど、垣根がなくなるというか、裾野が広がるというか、そういうような感じでいろんな人がこうワイワイと参加するような雰囲気になってきたな。ヤフーからの出向社員に加え、
美瑛町では3つの肩書きを持つ佐竹さん。町民主導の街づくりを目指す中、自分の役割を行政と町民の橋渡し役だという。毎週水曜日に町内のカフェで開催しているミニ町民対話集会。参加は自由で、その時々の話題や美瑛の街づくりについて話し合う。全然そこまで考えずにやってるんですけど。これまで5歳の子供から80歳を超える高齢者も参加。意味というか、まあ、意図というか来て、で一気にこうネットワークがバーッと広がったっていう、クロスリンクって感じでね、はい、すごい助かります。本当に外から来た人間からすれば、ご案内する立場にある人間なんですけども、そういった時に私一人でいくら何を調べても限りがあるんで、さっと教えてくれて、しかも地元の人しか知らないような、いろんな人同士がつながる場、きっかけをこういうところを通して作れたらなと思ってやっている感じなんですよね。佐竹さんの取り組みはもう地域おこしに匹敵するかなと思うんですけれども、改めてヤフーとしてのメリットはどんなことがありますか？はい、もともとヤフーと美瑛町というのは2013年から連携協定を結ぶなどしてつながりは強かったんですね。でその中で、まあ、佐竹さんがいたっていうのもあったんですが、今回の顧客データもヤフーの子会社が担当したんです。そしてちょっとこちらをご覧ください。この映像なんですけれども、先週美瑛町で行われたヤフーの子会社ペイペイのキャッシュレスサービスの説明会の様子なんですね。で2日間行われたんですけれども、町内の個人事業主の方など50人ほどが参加していて、反応もすごい良かったんです。個人事業主でもやはりコストがかからないというのは非常にいいなと参加しました。中国系の観光客の方が多いので、これは非常にすごいいいことだと思います。素晴らしいと思います。まあ、中国、台湾、香港の方が多くて、まあ、うちらの収入的にもやっぱりかなりのウェイトを占めているので、はい、見逃すことは全然できないですね。こういった説明会を美瑛町で開けるというのは、やはり美瑛町のですね、個人事業主の方々にとってはとても便利だと思います。でさらにヤフー側にとっても、このヤフーの子会社のサービスのですね、申し込みがこの2日間だけで20件あったということなんですね。やはりその実情にあった、町に入り込んで実情だったりニーズを肌で感じているからこそできることだと思います。こうした取り組み、先生はどのようにご覧になりますか？そうですね、まあ、一連の VTR を見ているとですね、ヤフーっていうのはもうもはや検索エンジンの会社ではないですね。ヤフーの掲げている企業のミッションっていうのは、一番にあるのはその課題解決エンジンだということを言っているわけですね。つまり IT を通じて地域であったりその社会の課題を解決していきますという、そういうまあ方向性をこう打ち出しているということですね。一方でその地域の活性化といいますと、よく言われているその地域を活性化する人材と言われているのが、固定観念にとらわれないバカ者、若者、それから、枠組みに収まらないバカ者、それから今までのやり方を知らないよそ者というふうにこう言われている、まあ、そういった人材をこう地域で育成する、その人材育成を担う、のがヤフーであるという、そういう位置づけになろうかというふうに思いますね。一般のイメージですと、インターネットショッピングと実際の店舗だとこうお客さんというパイを奪い合うイメージがありましたけれども、一緒に地域を盛り上げる役割を担っているということですね。そうですね、インターネットであったりデジタルであったり、IT であったり、そういったものを使ってその地域の人材を育成すると。で地域にとってはそれを通じて、課題を解決してくれるという貴重な存在でヤフーはあるわけですね。